やってきました。オスカップブリッジ。7月にですね、初剣山ということで、もうプロ選手顔負けのですね、ブリッジファイター、エンターテイナーたちが、しっかりと、本戦前に盛り上げました。そして、今回ですね、また再び、今回再び剣山ということで、前回に負けないぐらいのすごいカードを持ってきました。まず、ブリッジチャンピオン対決。そして、親父キック対ブリッジ。そしてですね、かつて、このホーストカップ本戦メインイベンターだった山本バッタヒロキが、なんと、このアマチュアブリッジに長い月日を得て復活します。で、よくありますが、1分間のなんとかっていう戦いに、かつての有名バイターたちが出ることありますが、今回、この山本バッファは、もう正真正銘、ブリッジのアマチュア大会に再び戻ってきて、アマチュアのブリッジ王者と対決します。こんな男らしい名選手いないですね。この、今までのかつてのプライドを捨てて、今の34歳だったかな、の35歳の年齢で、再び若い王者に、アマチュア王者にチャンスを与えるという、この、素晴らしい戦い。まさに歴史に残る名勝負だと思います。ぜひ皆さん、この歴史の目撃者になってください。ということでですね、この本戦、ホーストカップ、素晴らしいカードが揃ってますが、この本戦を食ってやろうというアマチュアファイター、ブリッジファイター、男の中の男たち、女の中の女たち、出てこいや！今回2回目のブリッジ提供試合出場ということで、まあ、前回ちょっと負けたので今回は勝てるように一生懸命練習してきました。まあ、本戦を食うということはまず考えてないですけど、おい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 お前だから面白くないお前面白いこと言えよお前だからお前ベルト前後ろなんだ分かってるよ。ベルト後ろじゃないよお前取れてないんだよお前な、今回、いいか、はい、しっかりお前、本戦食うぐらいの試合できるのかお前できますできるのかです。いざパッパッパブリッジ、ご期待ください。自分より明日の自分、自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。